こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは一冊の本をまとめながら人生を楽に生きることをテーマにお話しています。どうぞゆっくりと休んでいってくださいね。今回も前回に引き続きタイトルに神様が入っている本をご紹介しましょう。神様はすぐやる人が大好きという本です。著者は赤塚智隆さん。 3秒で自分を動かし人生が好転する行動力の魔法というサブタイトルがついていますそうなんですこの本は行動力の本なんですこの本の内容を突き詰めた先にストレスフリーに限りなく近い人生が待っていると書かれていますつまり行動力を上げすぐやる人になれば日常が楽しくなり 人間関係も良くなり日々の小さな幸せを実感できるようになるというんですすぐやる自分になるためにこれまでの自分を振り返りマインド部分から変えていきたい人生を変えたいと思う人におすすめの一冊ですそれではスタートします赤塚さんは行動力はメンタルが9割だと言っていますまず すぐやる人になるためには欠点を認めることです。できないことは人に任せればいいんです。あなたはあなたができること、やりたいことだけをやる。では、どうすれば自分の欠点を否定しない自分になれるんでしょうか。それはあなたの欠点を受け入れてくれる人と付き合うことです。そのために必要な最初の一歩は、 本音で付き合うことですまた完璧を求めないことです完璧を求めると行動のスピードが遅くなるばかりでなく一歩を踏み出すことすらできなくなってしまうこともあります完璧主義をやめるためにはうまくやろうとしないことです誰でも何かを始めると失敗したくないと思います でもやったことがすべてうまくいくわけはありませんでもピンチの中に人生を飛躍させたり大切な何かを思い出させてくれるチャンスの種が眠っていますその種から芽を出すためにはふと浮かんだことをすぐにやることですそうすると面白いくらいに現実が好転していくでしょう次に 赤塚さんが言うすぐやる人は常にご機嫌でいる人です常にご機嫌でいるための3つの習慣を紹介しましょう1好きな人といる時間を増やし嫌な人といる時間を減らす2やることを詰め込みすぎない常に人生に余白を作る余白はエネルギーを充電させてくれる 大切な時間です。3意図的に感動に触れる機会を作るこれらのことを習慣にしていつもご機嫌な状態でいることが行動力の原動力となるでしょうそれからすぐやるというのは小さな一歩から始めるといいでしょうその時のコツは徹底的に最初の一歩を小さくすること それはつまり小さな成功体験を連続して起こすということです。それを繰り返すことでだんだんリズムが生まれてきます。そして自分自身のリズムになるとあらゆることがうまくいき始めるそうです。とは言ってもなかなか一歩が踏み出せないということもありますよね。調子のいい日もあればそうでない日もあります。 どうしてもやれないときはペースを落としてもいいんです。どうしても動けないときは0.1歩だけ進もうと考えてください。どんな状況にあっても人はトイレに行ったり水を飲んだりはしますよね。これと同じように調子の悪いときは考えなくてもできることをやってみましょう。どんなことをするときにも 自力というものは絶対必要な力です。自分で行動しないと何も動きません。でも、その自力だけでは限界があります。ある程度のところまで行くと、次のステージへ行くためには必ずあるものが必要になります。それが、他力です。すぐやる人は、その他力を使い、自分のやるべきことに集中します。 人の力を借りるために大切なことがあります。それは自分と他人の違いを受け入れ尊重することです。そして自分自身を相手にさらけ出すことです。自分をさらけ出して他力を使い、自分の好きなこと、やりたいことを全力でできる人。それがすぐやる人です。私たちは子供の頃から、 長所ををを伸ばすすより欠点をなくす教育を受けてきましたしかし長所を伸ばすことで欠点すら魅力になり人から応援されるようになるものですだから長所を武器にしできないことは手放しましまょうそもそも自分にできないことを人に任せられない人は深い部分で人を信用していないんだと赤塚さんは言っています。 信じてもらえていないと相手が感じたら自然に距離は離れるものです。相手を信じ自分ができないことは人に任せ得意なことに集中しましょう。すぐやる人は周りの人を味方にするのが得意です。どんな場所でも自分のホームグラウンドにしてしまえば常に行動的でいられます。ではどうすれば どんな場所でもホームグラウンドにしてしまえるんでしょうか。それは愛嬌と気配りです。常に相手のことを考え、相手が気持ちよく行動できるように先回りして動くことです。さて、人は少なからず相手に対して何らかの期待をしています。すぐやる人は、 相手の期待値を超えることが自然にできる人です。それは犠牲心とは違います。犠牲心は自分を犠牲にして相手のために動くことですが、すぐやる人がする期待値を超える行動とは、相手のためでもあり、自分のためでもあるんです。期待値を超えた行動をすることで相手に感謝され、 ありがとうの言葉を言ってもらいます。こうして相手も自分も豊かな気持ちになります。また、すぐやる人は常に腰が低いのも特徴です。どんな人に対しても謙虚でいることが大事だということをちゃんと知っているんです。すぐやる人は丁寧でもあります。そう、いくらスピードが速くても 雑になっては何も意味はありません。ところで、人間関係の基本は相性です。自分に合った人と付き合うことで、人間関係が円滑になり、ストレスが少なくなります。そのために大切なことは、いい人を辞めることです。気が乗らない誘いは断っていいんです。断ることになれ、 自分の時間を作り、やりたいことができたら、すぐに取り組める自分でいる状態を常に作ることができます。つまり、行動力が上がるということです。ここで大切なのが、人間関係で、配慮は大切だが遠慮はいらないということです。相手が誰であっても、意見が違えば違うと言い,い、 誘いいいも断ればいいんですただこのような生き方をしていると承認欲求が強かったり支配欲が強かったりする相手は耐えられずに去っていくでしょうすると人間関係はスリムになり大切な人との時間をより豊かに作ることができるんですすぐやる人は常に物事を自分ファーストで考えています 行動した結果、自分に何かしらのギフトがあるか考えています。でも、この自分ファースト、自己中心的な自分勝手ということではありません。すぐやる人の自分ファーストには、誰かのためにという思いが入っています。それは、自分を大事にすればするほど、人のことも大切にできることを知っているからです。 人に優しくすることは素晴らしいことです。でも、本当の意味で幸せな人生を送っている人は、自分にも優しいんです。例えば、体が疲れた時はすぐに体を休ませる。また、どんなに嫌な感情でも無視せず、一旦受け止め、その感情が落ち着き消えていくまで待つ。こんなことを自然に行っています。 なぜかというと、体が疲れていたり、精神が参っていたりした状態で行動し続けることは不可能だからです。あなたが好きな人に囲まれて生きると、心地よいだけでなく行動力も上がります。これまでは稼ぐため、生活するために働いていた時代でした。ですが、少しずつ楽しむために働く時代に移行しています。 楽しむために働くには、まず大好きな人に囲まれることが大事ですよね。私たちは生きている間に出会いや別れを繰り返しています。すぐやる人は出会いと別れを意識的に作っています。今までいた環境が変わり、不正値が上がるとき、人間関係も決まって変化が起きます。すぐやる人は 人生に限りがあることを知っています。ですから自分の周りが心地よい環境になるよう徹底しているんです。違和感を感じる人からは離れてみましょう。勇気を出して人と離れましょう。もちろん恨まれることもあるでしょう。でもそれでいいと決めることが大事です。私たちの多くは過去の出来事について後悔したり、 未来に漠然とした不安を感じたりしています一方ですぐやる人は今ここに集中して生きています私たちはどうも成長とともに少しずつ今この瞬間を生きることから離れていくようです毎日が競争や人との比較に取り囲まれた社会の中では仕方がないことかもしれませんでも 自分の好きなことが目の前に出てくれば人は体が勝手に動き出すものです。それが今ここに生きているという証なんです。いかがでしたかすぐやる人は過去や未来に縛られず今ここに集中して生きているんですね。余計な心配事や不安などに縛られているとどうしても行動が遅くなってしまいます。 ですから何も考えずにただ今できることに集中するしかも好きなことやりたいことを見つけて行うでもそれは自分勝手なことをするのではなく常に周りの人のことを考えながら行動することが大切ですそうすれば自分の力を発揮することができるし周りからの助けも望むことができるでしょうそれが 幸せな人生の近道ではないでしょうか。あなたも思い立ったらすぐに実行してみてくださいね。この話に共感していただけましたらグッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録がまだの方は登録してくださいね。それでは次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。